こんにちは。アマゾンシサポーター、堀秀夫です。今日はこの幸福優位7つの法則という本の中で、テトリス法則という法則が出てきます。これがね、人間の脳の落ち度というか仕組みというかね、面白い特性のおかげで、見たいものしか見えないというのがあってね、これが商品探しにおいてやっぱりね、大きなポイントなんで、 まあそれについて、これちょっとね、えー、なかなかいい実例が出てたんで、それを解説します。脳にはスパムフィルターがついている、えー。Gmail のスパムフィルターみたく。えー、スパムは弾くというような、ね、機能が脳にはある。これは Gmail のスパムフィルターよりもすごい率で弾いているということなんですけど、まあ、このフィルターはスパムメールをブロックするフィルターと同じようなもの。 このフィルターは一定のルールに従って悪意のあるメールや不要なメールを削除されるようにプログラムをれている。利用者がそのプロセスを目にすることもない。頭の中でも同じことが行われていると。そして科学者によれば、我々は入ってくる情報のうち100分の1しか覚えてないと言うと。99%の情報はもう忘れちゃうってことなんですね。私たちは探しているものしか見つけられない。他のものは全て見過ごしてしまうのである。 見たいと思うものしか目に入らない心理学の実験で白チームと黒チームのバスケットボールをビデオ協力者に見せるというものがある協力者たちはチームがボールをパスした数を数えるように指示されているビデオが始まって25秒ほど経った時にゴリラの着ぐるみを着た男が突然画面の中に現れる彼はバスケットボールをされている中を5秒ほどかけて右から左に画面を横切っていく 協力者たちはビデオが終わった後ボールをパスされた回数といくつか追加の質問に答える。追加質問1ビデオの中で何か変わったことに気づきませんでしたか追加質問26人の選手のほかに誰かいませんでしたか追加質問3あの大きなゴリラを見,見ませんでしたか まあこれに別にとかないとかね、えー、ノーと答える人がなんと200人中46%もいると。ねまあ、バスケットボールのプレーしてるとこ、ゴリラ歩いてったら目立つはずなんですけど、パスの数を数えるという作業に集中してるから目に入らなかったと。ね、あるいは目に入って、視神経には入ったけど脳には届かなかったということです。そして、その多くが。 実験の後これらのことを聞かされても信じなかったというとそんな明らかに異変に気づかないはずがないもう一度見せてほしいとそこでもう一度ビデオを見てもらうが今度はゴリラを探してるんだからすぐにゴリラが見つかるではなぜそれほど多くの人が最初の時はゴリラに気づかなかったのだろうかそれは彼らのパスの数を数えることに集中してたため 視神経のフィルターにはゴリラがいるという情報が入ってきたのに脳がそれを削除して見せてしまったからである私たちは注意を払ってなければ目の前にあるものさえ見えないことがよくあるちょっと簡単な実験をしてみよう目を閉じて赤色を思い浮かべる心の瞳の中に赤色を映し出すのであるそれから目を開けて周りを見渡してみると 赤いものが至る所に見えてこないだろうか目を閉じていた間に小人たちが部屋の中を赤く塗ってもらったのでないと塗って回ったのではないとするとこの赤色に対する認知が高まったのは何に注目するかが変化したに過ぎない2人の人が全く同じ状況を目撃しても何を見ようとしていたかで違うものが見える同じ出来事に対して違う解釈をしたということではなく 実際に彼らは違うものが見えている。例えば2人の人が同じ友人の写真を見たとしてもその友人の顔から全く違う印象を受けることがあるこのようなことは友人関係に影響,影響を与えるだけではないもし他人の言動をいつもネガティブに読み取るようにプログラムをされているとしたら職場においても有害である見込み客が実際には購入しようとしているのに それを読み取れず、昔になった判断してしまったらどんな結果になるだろう。あるいは、同僚の親切を読み取れず、偉そうにしているとしか思えなければ関係を損なうことになる。輸出商品の探し方でもこれと同じことが起こります。第一法則のハ,ッハピネスアドバンテージに関係する儲かる商品がないと思って探す作業をしても儲かるる商品が見つからない。一方、 儲かる商品が見つかると思って儲かる商品をいつも探していると儲かる商品を見落とすことなく探せる。儲かる商品が見つかると信じる。そして実際に見つかる作業、見つける作業、これを習慣化すれば街を歩いているだけで儲かる商品が見つかる。そんな目利き状態になるようにサポートしています。これね、どういうことかというと注意を払わないと見えない。ね。だから、 儲かる商品がないというところでスタートしている人は儲かんない商品が多いと。だから儲かんない商品を探しちゃう、ね取る。手に取る商品、手に取る商品、はやっぱ赤字か。ああ、これ合わないな。まあ、そういう商品ばっか取るようになっちゃうと。で儲かる商品が見つかる、儲かる商品っていうのを、個、え、か、ー、が売った後でも、あるいは初めからあると思って探すと、儲かる商品がポコポコ見つかるというのがね、多々起こります。まあ、昔、会員さん同士でね、引、え、率、ー、して、 まあ、マンダラゲとかで仕入れツアーとかやってましたけど、同じ店もあってのに、かたや全く買う商品見つからない。まあ、かたや10万以上買うというようなことはね、たびたび起こりました。全く同じ店で、同じ棚を見てるのに、かたや儲かる商品ばかり手に取る。かたや儲からない商品ばかり手に取るというのがありますんでね、まあ、儲かる商品はどんなものか、ね、分かってくるともう簡単に習慣化すると見つかるようになりますんで、まあ、そんな状態になるように。 今後出てくるね、えー、ゾロサークルか、ゾロサークルのね、えー、手順なんかを踏まえながら、えー、見つかるようにサポートしてますんで、まずは、ね、言われた課題を即やると、そして儲かると思って探す、儲かる商品に目を向けるというのを、ね、習慣がしてください。以上、アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。